東京富士美術館は東京都八王子市に所在する美術館。1983年11月3日会館。総科学会名誉会長、総科学会インターナショナル会長である池田大作によって創立された。世界を語る美術館をモットーに西洋、東洋の様々な芸術作品約3万点を所蔵している。中でもルネサンスから現代に至る。 西洋絵画500年の流れを外観することを可能に、する名作およそ100点は常設展示されている。さらに、特定のテーマのもとに、当館所蔵品や世界各国の美術館からの貸出品を展示する企画展、また、世界各国の文化を紹介する海外、交流展なども随時開催している。2008年には新館がオープンした。開館にあたっては、 美術史屋であるルネ・ユイグの力が大きかった。宗教団体を母体としているものの、来館者への勧誘行為は見られない。創価大学、創価女子短期大学、創価学会東京牧口記念会館に隣接している。2017年5月現在、創価学会会,会長の原田美濃ルが名誉館長を務めている。バス、車、駐車場なお、 かつて姉妹美術館として静岡県富士宮市に富士美術館があったが2008年5月11日に閉館した。ありがとうございます。